無理やり節税するよりは利益は計上した方が融資が引きやすいと、短期借入金より長期借入金にした方が財務内容が安定してるっていうふうに銀行が見なすんです、赤字になってもした方がいいと思ってます。どうも、ケンビアの滝沢です。前回の動画に引き続きまして、金融機関のスペシャリスト、融資のスペシャリストの岡本さんにいろいろ解説していただければと思います。岡本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、引き役としまして、会社員の傍ら不動産投資を頑張ってらっしゃるケンビアコラムニストの鈴丸さんです。鈴丸です。声がやられてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一方、若手大家の会、寺子屋を運営されている、林さんです。はい、林です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマですね、融資を受けるために絶対 NG なことということで、岡本さんに解説していただければと思います。はい、融資を受けるために絶対 NG なことと、してもいいこともちょっと今回は解説していきたいと考えております。はい、今もう項目がレジュメにあるんですけれども、早速1番からもうどのような決算書がいい決算書なのかって、はい、結構これって分かんないですよね。税理士さんに任せてるだけでは不動産賃貸業経営者としては勉強不足というか、前回簿記2級取りましょうから始まりました始まりました。ぜひ商業簿記2級を取っていただければと思います。はい、で、今回ですね、決算書ってありますけども、法人でも個人でもちょっと説明はしていきたいと思っております。早速1番の解説から、はい、次のページを。まず評価される決算書、銀行に評価される決算書ですね。はい、何が一番ポイントかっていうと、毎年着実にですね、利益を計上して自己資本を厚くしていくということです。うん、よく節税節税って言ってますけども、不動産を買い進めていく上では、無理やり節税するよりはできれば自然体で利益は計上した方が融資が引きやすいというところがあります。決算書の作り方は、今言ったように節税をするためにキャッシュフロー重視か、あんまり節税しないで利益重視、2通りの決算書の作り方、仕分けの考え方があります。で、新規物件の取得の意向のある方は、経費化を翌期以降に繰り越して当面の利益ですねを計上する作り方がおすすめです。このキャッシュフロー重視とか利益重視の決算書の見せ方っていうのは、実際意識してらっしゃったりしますか？そう考えてやってるつもりではあります。やっぱいろんな投資家さんから説明はするが、税金は今後融資を引くための必要経費だ、うん、課金ゲームだみたいな内容を持ってるとか言われるので、はい、でも4年ぐらいやってやっと税金、やったこんだけ払えるって思えるマインドがやっと出てきました。うん、すごいマインドですね、それ。まだ出てないかもしれない。最初はやっぱ節税しちゃいそうになってました。うん、林さんはどうですか？私もようやく今、不動産投資始めて6年、7年になってきて、鈴丸さんがおっしゃったように、なんか最近やっとこう税金を納めるっていうのが、まあ、ある意味自分頑張った結果だぞみたいな、うん、あれになってきたんですけど、はい、じゃあ次のページで、まあ、根本的なところですね。赤字決算は絶対に NG。 そうです。1円でも赤字にしちゃダメです。銀行って借り入れ融資申し込みの方から決算書とか確定申告書をもらったら、それを多分今の金融機関すべてコンピューターの中に入力すると思うんですよ。その時に0か1かマイナスかで、マイナス1円でも多分100万単位とかで入力するんで、マイナス1だとマイナス100万円にコンピューターの中の計算上はされてしまうかもしれないんで、節税はする時はしてもいいんですけれども、節税したから結果マイナスになるのは絶対 NG ですね。次のページの今お話しいただいた経費と資産を調整するノウハウですね、うん、これが法律の範囲内でできる、そうですね、はい、調整というところで、はいはい、もうこれは国税庁というか税法上で認められているものばかりですね。まずやっぱり不動産投資で一番操作がどっちか選べるかというと、やっぱ物件買った時ですよね。特に RC なんか買うと登録免許税とか不動産取得税もかかります。で、これは一括してその買った時の決算で損金にすることもできますし、建物の取得価格に含めて減価償却していくこともできます。やっぱり赤字になるケースが多いと思うんですよ。特に1棟目2棟目あたりだと、そういう場合はあんまり赤字にしてもしょうがないんで、建物の価格に含めて毎期毎期経費化していくと。そのうちにね、物件増えてきたら、10も20も物件持ってきたら、一つの物件でじゃあ登録免許税とか不動産取得税かかっても、全体で結局確定申告書の法人決算書で赤字にならないよっていうなら、もう一括して損金処理しちゃっても結果はですね。次2番のところ、はい、償却資産制度の活用。そう、一括償却資産、これは小さいですよね。対象資産が20万円未満なんで
ですけれども、ですからどういう場合があるかっていうと、リフォームですね。リフォームでエアコン交換しましたとか給湯器交換しましたっていう時に、20万円未満の対象資産はその期に焼却するか、あとは3年で分割して焼却するか、どっちか選べます。3番の火災保険も同じですね。火災保険最近すごいどんどん上がってますけれども、地震保険も含めて5年払いとか3年払いとかありますので、1年払い、これは火災保険の場合はそうか、1年以内で月で割るか年の1年間の一括で取るかというところです。これはちょっと細かい話になりますね。まあ、丸二丸三は毎期最終的に個人で確定申告書、法人の決算書を作る中で黒字幅とかそういうのを換算してどっちか選んでいただければと思います。はい、次が法人格付けアップに効果的な賞というところですね。そうですね、今話したのは損益計算書 PL ですね。こっちはバランスシート、貸借対照表の話になります。前回でもやりましたけども、バランスシートを債務超過にしないということと、あと純資産ができるだけ多くするというところですね。2つあって、1つは銀行がバランスシートを見るときに、例えば借入金って短期借入金と長期借入金でいうと、銀行の方は長期借入金の方がいいと思うんですよ。安定した借入っていうことで、なんでかというと、あんまり個人の大家さんというか不動産投資家さんだとそれほどなんかこうはてなになるんですけれども、一般事業会社って結構短期で融資を借りて1年ごとに更新するとか、1年で借入残高がゼロになるような融資が多かったりするんですね、一般事業会社。不動産投資家の場合はもう土地建物を買う時だからほぼ長期なんですけれども、ここでポイントになるのは、資産保有会社の場合ですと、自分の作った会社の資本金とか自己資金だけじゃ足りないから、自分個人のお金をその法人に貸すっていうケースが多いと思うんですよ、特に最初のうちは。そうするときに短期借入金か長期借入金か、まあ、選べますよね。別にお金に余がないんで、じゃあ個人から実質自分の法人ですから、まあほぼ実質同体なんですけども、自分の法人に融資するときに短期借入金より長期借入金にした方が、その法人としたら財務内容が安定してるっていうふうに銀行が見なすんですね。ここら辺は個人のサラリーマン親さんだとどっちでもいいやっていう形になるんですけども、これは長期に切り替えると法人の格付けアップ、法人の格付けがアップすることによって融資できる金額が増えたり、まあ、融資が出る出ないで出るようになったり、しかも金額が大きくなったり、融資の金利が、借り入れの金利が低くなる効果があります。だからもう普通に税理士さんに任せてて、もう普通に短期借入金になってたら、これちょっと長期借入金にしてください、名前変えるだけで、税務署としては別に長期借入金だろうが短期借入金だろうが全然取れる税金変わらないんで、あんまり税務署さんはそんな気にしないんです。じゃあ次2番ですね。はい、2番、これも今の延長線なんですけども、貸借対照表の借り方貸し方で借入金と自己資本っていうのが一つの欄になってますよね。その中で役員や親戚からの借入金っていうのが、例えば自分が借入金として法人に出してるんだったら、それを資本金にしちゃう。そうすると今までは負債だったのが資本になるんで、短期から長期以上にそっちの方が金融機関の法人の格付けアップには効果的にはなります。ただね、それが絶対的にいいかっていうと、一度資本金に組み入れると、その資金をじゃあまた個人で不動産買うときにどうするのっていう話になりますので、銀行が評価するときに、じゃあ資本金に組み入れたらその分の現金をまた個人に返すときに、法人から個人への貸し付けっていう形になるじゃないですか、バランスシート上は。その時銀行が評価するのは、その法人から役員への貸し付けを評価ゼロにするケースがあるんですよ。だから法人で自己資本にしたけれども、また個人にかなりの額を戻さなきゃいけないっていう時はちょっと気をつけなきゃいけないっていうところで、役員貸し付けであればいつでも戻せるけど、はい、そうですね、役員からの借入金だったら借入金を返済するっていうだけ。資本金に包んじゃうと戻すのがなかなか、そう、戻すのが、はい、まあ、資本金を減らすっていうそれはめちゃくちゃ見え方悪いですよ。銀行から見てもね、資本金が減ってるじゃんっていうのは、うん、ってちょっとねありますけど、ここからは絶対 NG なことということで、そうですね、まあ、これはもう問答無用でやっちゃう、問答無用ですね、はい、上にありますけど、粉飾決算っていうのは絶対いけないということで、ね、はい、まあ、粉飾決算やっちゃうと、もう銀行の信用をなくしてね、もう融資受け付けてくれなくなります。
が減価償却費の未計上、そうね、粉飾まがいと同じ。個人だと確定申告の場合は建物の減価償却って絶対やんなきゃいけないんですけど、法人は任意なんですよ実は。だから赤字になりそうだから減価償却費を計上しないっていうのは税法上は別に国税庁というか税務署としては別にいいんですけれども、銀行から見るといやそれは本来建物は実際減価してますからね、経年劣化してるんで、それを費用計上、税法上の認められてる減価償却費を計上しないっていうことはそれはちょっと半分粉飾じゃねえみたいな。税理士さんは多分いやいいですよ、別に税法に違反してるわけじゃないんで、税理士さんにじゃあ減価償却しないでって言ったらじゃあいいですよ、別にそれ自体税理士が税務署から何やってんだって言われることもないから。そうか、税理士さん止めてくれないんですか。止めてくれないんです。で、そうなんです、あくまで税理士ってのはちゃんと税法に基づいた決算書を作るのが役割なんで、そこは法律に反してなければクライアントから、ね、依頼されればあじゃあそうしときます。ただねやるとすぐ分かっちゃうんですよ。ここにありますけど法人の決算書をまだ見たこともない人、特にサラリーマン大家さんで今から始める人って法人の決算書を見てないと思うんですね。決算書があってその前にいろいろ細かい計算式がある別表っていうのが初めについてるんです。その別表16っていうところにもう如実に減価償却不足額と明記されるんですよね。もう銀行とすると一目瞭然。そうするとなんかこの人なんかそこまでして決算操作してるのかいみたいなふうに思われますし、実際コンピューターに入力するときもこの減価償却不足額って入力するんで、銀行の財務格付けをよくしようと思って減価償却しなくても銀行はそれを含めた上で計算してるんであまり意味もないというところですね。だからそれで赤字になるならもうしょうがないんで、もうこれは減価償却赤字になってもした方がいいと思ってます。例えば50万円かけてちょっと一部の修繕をしました、でもその50万円を例えば減価償却したとしても計上するとちょっと赤字になっちゃうから、もう涙を飲んでレシートを握りつぶしてなかったことです。個人だったらできますよね。個人だと自分の資金の出所がないんですけども、法人の場合は借り方貸し方がありますから、エアコン買いました、でも法人の預金通帳じゃなくて個人のポケットマネーから出しましたっていうのはあんまりおすすめしてませんからバレないはバレないってことですね。そうそれは多分見破られないし、別に税務署としても税金が増えるだけだから税務署もそれ見つけたからといってダメですとは言わないです。彼ら税金が減る分には指摘するけども増える分は指摘しないんで、イエスとはなかなか言いづらいですけど、そこは自己責任。はい、じゃあ次、ダメな節税対策。これは銀行の財務対策、財務格付けを良くする良くしないっていうよりは、よく税金払う分ぐらいだったら海外旅行に行こうとか、事業会社でいうと社員みんなでじゃあどっか福利厚生で行こうとか、個人でも高級車買おうとか、特に中古の高級車買うと減価償却期間が短いから節税になるよというのがあって、できるだけ税金払いたくないっていう人が特に一般事業会社の人は多いんですよ。あんまりそんな融資引かなくてもいいよっていう人は多いんですけど、私たち不動産投資家大家さんっていうのはその決算書のもとにどんどん金融機関から融資を、新しいのを融資を調達して物件を増やしていくっていうミッションがあるんで、だから無駄な節税はしない方が、無駄遣いはしない方がいいということですよね。例えばここに例がありますけども、じゃあ今期100万円利益が上がりましたと、税引き前利益上がりました、中小企業だから仮にですよ、税率 23% ですという場合、じゃあ10万ぐらい、まあ何かしらで無駄遣いしようと、そうすると2.3万円税金減りますよね。10万の 23% なの。でも経費を使わなかったら、無駄遣いしなかったら税金 2.3 万円払っても内部留保、要は自己資本のところに 7.7 万円増えるわけですよ。利益もキャッシュフローも増えるという形なんで、だから不動産投資をする人は経費の無駄遣いは避けた方がいいと思っております。たまに領収書とかレシート買い取ってる人とかいますね、はい、そうですね、2割浮くから1割で買うよみたいなありそうですけど、不動産投資家で借り入れを進めていきたいって人は絶対やんない方がいいと。そうですね、今までのちょっと話の中でまとめていきますと、決算で一番大切なことはきちんと利益を合法的に計上して自己資本を毎期安定して増やしていくと
いうことですね。自己資本が増えれば増えるほど財務内容も良くなって、借り入れはしやすくなるし、借り入れできる金額も増える可能性が大きいですし、金利も低くなるということで、いいことづくめです。で、そのためには赤字にしないということと、かといって粉飾決算は絶対ダメ。これはもうやると、もしかしたら刑事罰を、詐欺で刑事罰になる場合もありますし、ならなくても銀行から出金になって、一つの銀行で済めばいいですけどね。もしかしたら繰り上げ返済とか一括返済を求められると、他の金融機関も死ねたらそこも出禁になっちゃうケースがありますので、あくまで合法的な節税というか利益の繰り延べはいいですけども、もう粉飾はやめてください。あと、その延長線で今から不動産を買う人は、まだ決算書もないんですけども、源泉徴収票とかそういう預金通帳のコピーとか、そういうのを改ざんしないようにということですね。じゃあ今回の解説を聞いて、なんか質問とかあればまた、今日お話聞いて、税金払うのってやっぱりううってなることもあるんですけど、純資産を厚くするために歯を食いしばって払ってたんですけど、だいたいこの純資産がいくらぐらいの決算書を目指せばいいのか。絶対の金額じゃないですよね。小さい戸建てばっか買っていく人と、数億ずつのロット買っていく、一等物買っていく人がありますけれども、何パーセントあればいいとか、いくらあればいいっていうのは明確な基準はないです。あればあるほど、借り入れと自己資本の比率で、自己資本の比率を上げれば上げるほど良くなりますし、その全体のロットが大きくなればなるほど融資金額も増えるという、なんとなく自己資本の比率 10% を目指そうとか 15% を目指そうとか言いますけど、まあ全体の割合でそれくらいの数字感を目指すべき。そうですね、割合の問題なんですよ。だから借り入れだけ増えると、要は自己資本比率が減っちゃうんで、やっぱり規模が大きくなってくるには、税金払って内部留保を上げるか、個人の不動産収入が上がってたらそれで増資して自己資本を上げるかっていう形ですよね、法人の場合は。林さん、短期と長期の借り入れ金の繰り替えとか、はい、ある意味で簡単に始められることもあるんだなと分かったのが、その勉強になったのと、決算書とか真面目にコツコツやった人も評価されるっていうのはすごいいい世界だなと、はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。ケンビアでは今後もベテランの大家さんをお招きして、不動産投資にまつわるいろんなテクニックだったりとか教えをいろいろいただければ、そういう動画を撮っていきたいなと思いますので、コメント欄でこういうお話が聞きたいとか、もしございましたらコメントいただければありがたいです。で、本日は鈴丸さん、林さん、岡本先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。